はい、皆さん、こんにちは。お疲れ様です。ひろしのジジニュースチャンネルです。え、今日はですね、また、ウーバーイーツに関するね、ニュースでございます。あの、この前ね、ウーバーイーツで100万稼げるぞーみたいなね、100万稼げる、いっぱい稼げるえエリア、トップ5はここみたいなニュースだったんですけど、え正直ですね、コらラヒロシ、ふざけんなみたいなね、ウーバーでそんな稼げるわけねえだろうとかね、いろんな意見をもらいまして、ね、ウーバーイーツ配達員、完全終了というニュースをね、ちょっとやってみようと思いました。よろしくお願いします。<laughs> コロコロがあるね。すいません。で、ウーバー配達員、増えすぎ苦境、ね、えー、コロナ禍でのの失業者の受灯 コロナ禍のね、失業者の受け皿だったかということで、実は Uber e イ t ツがめちゃくちゃま増えすぎちゃってて、もうなんかもう,くもう食い合っちゃってる状態、ね。お互いなんかパイを取り合っちゃってる状態になってて、もう全然実は稼げないんじゃないかってね、ニュースでございます。すいません、この前ね、100万稼ぎね、100万円を稼いだ人が教える、すごい Uber e イ t ツはまだまだいけるみたいな感じでね、やったんですけど。 あの、ちょっと天国から地獄ということで、はい、申し訳ございません。ザマーということで、ねえー、聞いていただければと思いますね。結構いますよね、街中でもね、もう喫煙所の前とかでいっぱいプカプかやりながらさ、待機してんじゃん。ね、あれ稼げんのかなって確かにちょっと広島思いますね。はい。で、ウーバーイーツの聖地と言われる、えー、世田谷、えー、三軒茶屋のマクドナルドの前の道。お昼前後になると、配達注文を求めて、たくさんの配達員が集まってくると。ね、結構おりますね。今はね、わちゃわちゃおります。はい、えー。新型コロナウイルスの影響による失業者が7万人を超える中、えー、雇用の受け皿となってきたウーバーイーツの 配達員に逆風が増えている、ね、もうすごいそうか失業者が増えれば増えるほど Uber Eats ってほら別になんか面接とかもしないしアプリがあって自転車があってなんかリュックサックがあればもう誰でもできるんでもうみんなやっちゃうんだよね。でそうしたらもう競争になっちゃうわけだ。なるほどね。うん で配達員の増えすぎで収入が落ち込んだとの声が続出え参入企業も相次ぎ今後はさらに報酬が引き下げられる恐れがあるええー、どんどん報酬が下がっていくのやばくねそれってねそっか下げても下げてもやるやつがいるんだったらどんどん下げたの,の精神かやばいぞこれはえ失業や収入の低下に悩んで飛び込んだ世界でもえ窮地に落ちりかねないということですねで GoTo イ a t も逆風にそっか GoTo イ a t やっちゃったらみんな外に食べに行くもんねあの宅配が減るわけだうん、うん、なるほどええ東京三軒茶屋の マクドナルド前、えー、ウーバーイーツからの配達依頼が多く稼ぎを狙う配達員が行列するため、ウーバー配達員の聖地と呼ばれるなるほどマック地蔵ですね。はい、えー、コロナが拡大した3月頃から、えー、配達員が急増。えー、10月に GoTo ーイートが始まり宅配需要が落ちてしまったとなるほどね、えー。仕事の奪い合いで収入は3割減った。3割減るってきついぜ。2今まで20万円もし稼げたとしたら、えー、3割だから14万円ぐらいになっちゃうの手取り。やばいじゃん。ね6万円減っちゃうじゃん。うん。 で、派遣会社を辞め、配達員を本業にした男性52歳は肩を落とす。なるほどな52歳か。結構きつい、だね、体力的にも結構劣ってくるしね、きつい部分もあるかもね。えー、配達員の人数について。 えー、ウーバーイーツ日本法人に問い合わせても回答はない。もうほんとあいつらやる気ないよね。本当にウーバーとか外資系のやつってほらメールしか問い合わせ窓口ないしさ。何にもあんないんだね。えー、配達員らで作る労働組合、ウ、えー、え、ウーバーイーツユニオンの、えー、土屋し、えー、土屋執行委員長は、以前東京エリアで1万人と言われたが、今は数倍ではないが、と語るそうか。だってね、広島の近所は、前は確かに、あの、数人ぐらいしかいなかったけど、今もうめちゃくちゃいるもん。どこもか、もうどこもかしくもウーバーイーツね、やってるからね。うん、どんどんさ、ほら、もうね、 それほど不景気なんだよ、うん、だからもう働かなきゃっていうことでもうしかもほらすぐに働けるじゃないですかアプリさえあればね自転車さえあればあまああとリュックねうんだから不景気なんですよこれってすごい今やばいんだようんでもっともっと増えてくると思うねで増えれば増えるほど競争で お金も減っていくわけだうんなんか地獄絵図だな、えー、新宿や駅袋を中心にバイクで配達する土屋市は8月までは時給にして1500円から2000円は稼げたが最近は1500円に達しないとなるほどね、えー、ガソリン代を考えれば最低賃金ね東京都は今最賃1013円かいい結構いいなそんするよね,ね最低賃金を下回ると嘆くそっかそっか最低賃金すら下回っちゃうんだねまあこれからどん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 ねあのー、あれですね、あのー、低くなっていくことはもう必死ですよねこういうのって高くはなんないんだよね最初だけ高く で、これ、集めるためにね。で、うん、ねえー、これね、絵なんですけどね、これ、uber イツ配達員に逆が風が吹き始めたって、これ、左にありますね。えー、これ、コロナ禍で、休業、閉店、失業って書いてあります。で、配達員が増えすぎる。ね、こういう休業しちゃった人、閉店しちゃった人、えー、失業しちゃった人は uber イ、e、ツやる。そうしたら収入がどんどん低下していくっていうことですね。これ、ごめんなさい、あの、これ、あカーソル見えてますごめんね、スマホ組の人、あの、ちょっと小さくてね。うん。 で、GoTo、えー、イートが推奨,、ね、推奨される。まあ、今、GoTo イートちょっと待ったかかってますけど、GoTo イートで宅配が減少していくと。 ね、であと、出前館とかね、ウォールトとかメニューとかフードパンダとかですね、業者乱立で価格競争が起きて配達員報酬の引き下げが起こるとね、とんでもないことになってますね。すごい、どんどん、どんどん投入されるこのウーバー配達員がね、ね、で、最低賃金の適用もないし、収入の最低報酬もないし、しかもあの、保険、事故った時の保険とかも,も、要はほら、あの自営業と一緒ですから、全部自己責任なんですよ。すごい雇用形態になってきましたよね。まあ、雇用とは違うのかなうん。で、大学院で修士号を取得したかっていうね、こういう方も いるんですね大学院で 修士号を取得した人が u b e r イーツやる時代なんですよ。すごいなと思いますね、うん。で、半年前に配達員を始めた男性35歳は、ヒロシに近い、ね、年はね。以前のバイク便のようになってしまうのではと不安を抱く。バイク便か。バイク便を知らんな。どんな仕組みなんだろうね。バイク便はバブル期に急拡で。あ、そうなんだ。バブル期に流行ったんだ。その後、加藤競争により配達員の報酬が引き下げられ、かつては月100万円稼ぐ人がいたが、今は20万円ぐらいだと。すっげーな5分の1になっちゃうんだ。まあ、なんかさ、かつては月に100万円稼ぐ人がいたが。 今は20万円ぐらいでなんかどっかで聞いたことあるよね。いやこ,のなんかこの前、ヒロシが放送したウーバーイーツトップ5でちらっと、ね、出てきたような気がするんですけど、なんか連想しちゃいますよね。うん、えでという経緯があると。 ねえー、男性は東京の私大大学院で、えー、科学の、えー、化学ですね、えー、科学の博士号,博士号を取得リーマンショックで就職に苦労しようやく恵まれた会社員生活を送り始めたところでコロナ禍になってしまったうわーきついねリーマンショックの時もきつかったよね、えー、在宅勤務とあって労働時間の報告を何度も求められ心身を崩して退職したということですねあそうなんだ、ね、在宅勤務とあって労働時間の報告を何度も求められ心身を崩して退職したどんだけこれで心身崩すの一体 どんなど,どんなに報告を求められたのかすごいこれ逆にこれ気になりますねやばいねうんまあほに本当に仕事してんのかってみんな疑いまくりまくってましたからねあの頃はねちゃんとほらあの会社に来てなんぼのなんかあの日本の社会っていうか会社ってそうじゃないですかね電車に揺られながらラッシュにねラッシュぎゅうぎゅう詰めにされて会社に行ってタイムカードをして初めて出社ね仕事を始めみたいな感じなんですけど正直結果出したらいいと思いますけどね広ロはねうん別に結果さえ出す方いいんじゃないのうん ね、こんないちいち報告するとかさめちゃくちゃ無駄じゃん、ね、<laughs> 別に普通に仕事してらいいんじゃないですかねそう思いますけどねはいえ配達員は1回の配達で約500円の収入があるとあなるほどで朝から晩まで約30件こなし 週6日で月収約35万円。なるほどね。えさらに週2日、えー、福祉施設で夜勤のアルバイトもする。でもこれじゃ体壊すわな。稼げるうちに稼いでおきたいと、えー、疲れた体に、えー、無知を打つということですね。なるほどね。みんな大変だよな、えー。新規参入は相次、えー、競争激化。ね、すごいですね。どんどん新規参入が相次いでますよね。で、えー、業界は Uber ーー、ね、出前館の二強に、フードパンダ、ウォールトなど新規参入は相次ぐ。ごめん、フードパンダとかウォールトとか俺知らねえな。うん、ヒロシな。出前館は知ってるし、この前 メニューはなんかあのクーポンもらえるからっていうことでこの前アプリダウンロードしたわ、うん、なんか結構この前今やってんのかな Uber Eats 1800円ぐらいまあ無料で食えるんだよね 今アプリ登録して新規で加入する1800円分のなんかクーポンもらえるんですよ。うん。だからまあ、まあなんかあの、ちょっとタダで飯食いたいなっていう人がいたら、なんか招待コードとかなんか Twitter とか見たら普通に載ってるんじゃないですかあ、これ違法なのかなちょっとごめんね。なんか変なことで放送で言ってしまった。はい。今のカットカット。すいませんでした。はい。カットね。はい。聞かないふりしてください。はい。で、出前館は2020年8月期決算で、 過去最高の売上高を記録したが、人件費がかさみ、最終赤字だった。あ、そうなんだ。デマイカン、確かデマイカンよりはもうウーバーの方が圧倒的に見えるよね、見るよね、今ね。で、調査会社 NPD ジャパンの東さやか氏は、働き手が次々集まる現状では待遇改善は期待できないと、今後の報酬引き下げもあり得ると警鐘を鳴らす。まあ、そうだよね。ほら、最初は全然働き手がいないから、ウーバーは報酬を上げるわけですよ。いや、もうちょっと良くするから、もうちょっと待遇良くするから来てください、来てください、来てください、つね。あ、もうちょっとお金あげる。もっとお金あげる。 ってないけどもういっぱい来ちゃったら、ああ、じゃあちょっと賃金引き下げていこうかな。いや、変わ、ね、君の代わりはいくらでもいるもの、つってさ、ね、本当になんかあのー、もうクローン、クローンじゃないけど、なんか、もうほら、賃金低くしちゃって働きたい人はいっぱいいるもんね、っていうことで、なんか引き下げを始めるんじゃないかなって、確かにそこら辺はちょっと思いますね。それは怖い。うん。で、えー、最後にですね、これウーバイツ、あ、これウーバイツの配達員のこれ説明書きか。まあちょっとこれも読んとこうか。うん。 一応ね、ほら、あの、おさらいでね、もうこんなんみんな知ってると思うけど、ウーバーイーツ配達員の仕事はこうだとね、飲食店の出前を代行、客はウーバーのアプリなので注文する、ウーバーは店や配達先に近い場所にいる配達員に依頼を送信、応じた、えー、配達員が店から品を受け取り、自転車はバイクで配達する、報酬は商品の受け渡しで発生する固定料金と、店から注文先までの距離に応じた変動料金の合計から、あ、そうだ、距離に応じた変動料金があるんだね、ウーバーへのサービスする手数料10、10%を差し引いた額であるとね、ウーバーイーツはなんもない、もうただにアプリっていう その場を提供するるだけで何もしなくてて10%入ってくるっていうこの仕組みはすげえよなやっぱりな。で配達員の不足度などに応じた追加報酬もあるということでございます。ということで今もうどんどんウーバーイーツ配達員にねもう逆風が吹き始めてるっていうかもう逆風っていうか,なんかこのままいったら速攻でなんかもうやばくないんじゃないこれも外国人だらけになるんじゃないのうん,なんかほらもう,もうほんと安い給料でも何でもいいから働きますみたいな感じでもうなんかどんどん外国人だらけになってって。 すごい環境というか治安が悪くなっていくんじゃないかなってちょっと思いますけどねそのほら。外国人だから治安が悪くなって差別だって言うかもしれないけど、ほら結構日本のルールわかんなかったり、例えば言葉が通じなかったり、文化が異なったりすると、やっぱトラブルの原因にもなるんで、ここら辺で、ね、なんかうまくコントロールしていった方が広ロはいいと思いますけどね。うん。だって、どんどんなんか、あの、ウーバーも、 今,今でさえ問題がもうものすごい続いてるんで、で、何かことが起こったら、いや、我々のせいじゃないとね、あのー、なんだ、自分は自営業でやってるわけだから、ウーバーは。ね、あ、あのー、ね、そのウーバー、ウーバーじゃねえや、そのウーバー配達員の責任ですよで、全部今住んじゃってるけど、いつかそれじゃ済まない事件が起こるなって、ね、広ロはなんとなく今からね、ちょっと思ってるんですね。かなり懸念しております。はい。ということでね、皆さんもね、ウーバーやるときは気をつけましょうね。はい。ということで、今日はこのらいにしておきます。ありがとうございました。あの、もしね、チャンネル登録とかね、していただけると、まだウーバーイーツ関連のニュースはね、今後ずっと引き継ぎ やっていきますので、えー、まあその励みになりますので、もしよかったらよろしくお願いします。であとコメントあったらどんどん書いてください。あの結構あの広い皆さんのコメント見ながら参考にさせていただいてますので、よろしくお願いします。はい、ということで今日は本当にこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。